はい、真っ黒クロスケです。生き残ってるやつであろうが生き残ってないやつであろうが、過去のですねデータ、ここにありますよっていう情報、それのね、なんていうのかな、統計を取ってみてどういう整形ならイカが湧くのか、ちょっとやってみたいと思います。やってみたいっていうか調べてみたいと思います。なぜならね、外来種と同じやり方だとねイカ湧かないんじゃないかなと思ってね。なんかイカはね別な要素があるんじゃないかなと思って。あれ、今日私が発見になっちゃってる。そんなはずないんだけどね。ここは、あ、これじゃあさ、私絶対発見できないわ。低の7の経済状態、低の7、紛争状態、低の7だもん。こんなとこ探したことないもん、今まで。やっぱりね、多分そうじゃないかなという気もしてたんだわ。今までほら、こうばっかり選んでたじゃない。この人に話しかけれるのかな？かけれる。あら、まるでこれじゃ飛来したやつみたいになっちゃってるね。でもこれ本当は墜落船なんですよ。あ、4100万だって、高っ。まあこっちは1億2000万だけどね。そっか、サブマージド、レッドスクイードクラッシュ、サイトプラスアモニア、そういうところを見つけて。他のやつはね、遠いよ。でほら、こういう基地がいっぱいあるとさ、ノーティロンとかも出せないからさ、自分で泳ぐしかないじゃない。そうなるとね、やっぱり近場のところに降りるしかないよ。遠くに降りちゃうとね、本当泳いでくるの大変ですからね。やっぱり本当に人気があるというか、もう本当に数限られてるからさ、どうしてもみんな集中しちゃうんだよね。ということで、いやさて次のとこ行ってみるか。どういう経済状態なんだろうね。いやさ、まるっきり違う経済状態のところばっかり探してたんなら絶対出会うことないからね。やっぱり、出る条件のところを探さないと無駄だよね。あれ？これ合ってるかな？ああ、ここはちゃんと、ビネンさんが探したってことになってるな。見てみるんだったね。河野にか。河野にね。まだ
いまいちよくわからんな。うん、すごいすごい、いっぱいあるな。どれがどれだかわからんぞこりゃ。この近辺でしょうな。はい、あれかな、これかな、違うな。あー、ここだね。はいはいはい、いでね。めちゃめちゃ基地だらけ。これは何色って言うんだろう。青なのかな。多分青だね。はい、こういうとこです。こういうとこです。経済状態はこうのにこうのに、うん。しかしみんなこんな、お互いこんなに近くに基地作るのはどうやって作るんだろうね。編集権利がありませんになるんだけどね。普通ならなんか裏技あるんだろうねきっとね。まあそんな裏技知りたくもないけど。よし、次。ここはねステーション脇なんだって。あくまでもね、あの取れる場所を皆さんに紹介してるわけじゃなくてね、私がねデータベースを作りたいと思ってるんですよ。どういう、結局ほら湧き出すポイントを探して歩くためにはどういうところを探したらいいかっていうのがやっぱ重要じゃないですか。ここはなんだこれ、経済状態、紛争状態。あ、海賊か。そっか、海賊全然探してなかったもんな、今までな。そっか。え、海賊のところに湧くの？しかも宇宙基地に？ゴットランドから来たよ。フレッシュシーフードで湧くってことなのかな。ノーマースクイード、これいつ置かれたやつだろう。わかんねえなーい。もうないかな。少ないね。ステーション脇出しの割にえらいメッセージ少ないこと。ここはね2021年なんですよ。だからね出ない可能性は非常に高いんだよね。もうねファーストウェブとは言われてるけどさ。あ、ちょっと待ってよ、ちょっと待てよ。あー、ダメダメダメ。この紹介動画ではさ普通の宇宙ステーションになってるもん。もうここの設計ほら無法物設計に変化さしちゃってるからさ、わかんないよこれは。もう全く別なステーションになっちゃってるから。あー、そういうことね。2021年時点では
ここは普通の宇宙ステーション。ここはまあ至っても意味がない。あ、意味がないけど戻れないか。そっか、仕方ないな。なるほどね、やっぱりこういうのが起きるんだよね。うん、だからあんなにメッセージ少なかったんだ。ちょっと休憩。はい、今度はね、2022年に宇宙ステーションに湧き出すっていう情報のところに行ってみます。2022年だから去年ですよね。去年なのに湧くかどうか。うん、いっぱいあるな。2023、お、ネガティブな情報ないな。ってことは湧くんだね、これ多分。中には湧かねえとかって言ってる情報あるからね。え、本物？ほら、ダメだ。変えられてる。これも変えられてる。無本物じゃないもん。この情報によるとね、ここは普通の宇宙ステーション。ああ、やっぱり変わってるわ。ねえ、こういう形でね、本当にあのイカのステーション湧き出しがね、みんな無本物に変えられちゃってるの。まあ無本物で湧くかどうか見てみますよ。ファーストウェーブで必ず来るって言ってるところなんだけどね。無本物でファーストウェーブなんてめったにないからね。ほら、エクゾチックスクイード書いてるじゃん。もう狙われてるとしか思えないよね、これね、運営側に。ことごとくさ、宇宙ステーションのイカ湧き出しがみんな、このみんなってわけじゃないけど、まあ私の場合、本当にあのみんなって言っていいくらい、あの、2023年の共同探検10、あの時にね、普通のステーションからこの無法物ステーションに変更になっちゃってるんだよね。なんでそういうことやるんだろうな。ここは、ブラックマーケットだから、そうか、経済状態見れないのか、そうか。そういうことだよね。うん。で、今でもなお、生き残ってるイカっていうのはね、墜落船に限りってわけじゃないんだろうけど、墜落船主体ですよね。宇宙ステーションのイカの湧き出しはね、多分運営側に潰されたんじゃないかな。これだけね、私宇宙ステーションを歩き回ってさ、イカに一匹も出会えないってのはおかしいもん。それからあとね、交易所でもね、結構以前はね、イカに会えたんだけどね、交易所でも会えなくなったんだよね。だからね、本当にイカはね、絶滅危惧種になりましたよ。多分皆さんもググってみればね、あのイカ湧き出しましたっていう情報、こんな色のイカがありますよなんて情報いっぱいあると思いますけど、行ってみてください。まあ 99% 墜落船以外はね、全部ダメ、絶滅してます。だから今年2023年のその共同探検10以降に発見しましたっていう情報でない限りね、ほんとダメですよ。もしも海外の投稿とか
ググってとググった中の投稿でね、この海賊の無法者ステーションの中で湧いたっていう情報があったらね、それは信頼に値すると思います。ほんとこの無法者政権の中でのね、湧き出しっていうのは以前はあったけどね、それもまた少なくなったんだよね、なぜか知らないけど。ということでね、郷土探検10以降もう意地になってね、私探しまくってるわけなんですよ。うん、第一便では来なかったね、結局ね。もうちょっと待ってみますか。まあ来るわけないけどね。そう、断言もできない。これだけ飛来が頻繁に来てる間はまあ来る可能性もなきにしもあらずだからね。本当の郷土探検中ろくなことしなかったね。不協和音の星を作るためにもう、あ、本当選んだのがイカの湧き出した星を潰したってこと。なんでそういうことしたのかね。まあこの先ね、多分ってか、もしかしたらね、また別な共同探検で、新しいそのシステムを作った時に、今まで墜落船以下に限りかもしれないし、もしかしたら外来種も含めて新しいその彼らが作った宇宙船の邪魔になるということで潰される可能性もなきにしもあらずだよね。今回は特にイカ型の外来種が完全に狙われたとしか思えない。もう本当にステーションで湧き出したという情報、行くとこ行くとこ全部この無法者の宇宙ステーションに変えられちゃってるからさ、もう完全に狙われてるよね。星は同じだな。だけどここが違う。ここ以外は全部同じ。発見者も同じ。ファイブスターワンムーン同じ。星の名前も全て同じ。星の色も組成も全部一緒。ここだけが変わってる。海賊の占領下でなかった以前は。私今探してるのはね、とにかく星間図で見た時に星、経済状態が星3つのところを主に探して、主にっていうかそこだけ探してます。でその中でも特にエメリル星系だけはね、重点的にステーションと、それからあと母星になる星でのいろいろな湧き出しを探してます。それ以外はね、飛ばしてます、無視してます。例えば星3つでもエメリル星系じゃない場合はね、ステーションだけにしてます。いかに不協和音のところでもね、めったに不協和音やらないです。そもそももうセンチネル戦飽きましたしね、あれやってるとね、とにかく所持金がどん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 増えちゃってね、なんかさ所持金だらけになっちゃうもんですからね、あんまりセンチネル戦をやりたくないんですよ。でそもそもセンチネル戦ってね、あんまり修繕に素材もかからないじゃないですか。楽すぎるんですよね。なんかやっててね、つまんないんですよね。まあ共同探検始めた頃はね、センチネル船は本当にありがたいんですけどね、所持金も増えるし、強い船が手に入るから。でも、すぐね、いらなくなっちゃうんだよね、センチネル船っていうのは。やっぱり、古来からあるこの、
古来からっていうほどの歴史もないだろうけど、古来からあるこの、外来種、それからイカセン、これに魅力を感じますよね。特にね、イカセンはもう本当にね、数少なくなってますからね、今欲しい人は欲しくなくても取っておいて損はないと思いますよ。この先本当にあの発見事例がなくなってくると思いますので、墜落船から探し出すっていうのはね、本当大変ですからね。正直言ってもう偶然も偶然、私も相当墜落船探し歩いてるけども、まあ本当に外来種もイカ船も、外来種で3翼機が1回あの沈没船の中で見つけたのと、2回ぐらいしかないんじゃなかったかな、2回あったかな、多分1回しかないんじゃないかな。本当に探し歩いてもないもんですよ。イカなんてまあ本当ないですね。ね、マクロクロスケの頃はね、攻撃場で何回もイカ見つけてたんですけどね、それもやっぱりあれですよ、あの共同探検10以前ですよ。共同探検10になってから本当あの攻撃場で外来種も来なくなったし、イカなんかはもう全く来ないですということで、ここもダメですね、やっぱりね。諦めましょう。飛来もしなくなった。残念ですね。これだけ、2023年の、多分あれは共同探検10以前の情報なんでしょうけど、来たよ、ありがとうっていうメッセージがあっても結局は、今はもう湧かないと。さて、次行ってみますか。ステーション脇はこうやって見るともうほんと絶滅してますね。どっか生き残ってるステーションないかな。けど探検10の前にはね、結構探したというか、世界中の情報を巡って歩いて、ああ湧いた湧いたってやってたんですけどね、共同探検10になってからやってないかなかったんでね、もう一回やってみなきゃないんでしょうけど、お、ここは宇宙ステーションのままだ。もしかしたら可能性あるかも。これは2021年の情報です。もしかしたら生き残ってるかもしれない。ファーストウェーブになってる。来るかな。来るとしたら初めて宇宙ステーションの中で生き残ってるやつになる。もしここで生き残ってるとしたら全面撤回。まだわずかに宇宙ステーションをあの無本物に全部が全部変えられたわけじゃないということになりますね。しかもあのイカをだけを徹底的に狙われたわけではないのかもしれない。クレバの話ね。まあ共同探検10によってさ、あのセンチネルの墜落船がもう無限に湧き出すことになったわけじゃないですか。しかも その強さが外来種やイカ船に比べて一回り強いという設定になってますよね。だからね、もうイカなんか外来種なんかいらねえだろうってね、数減らされたっていう可能性もなきにしもあらずなんだよね。だけど実際センチネル菌じゃそれほど強いかっていうとね、そんな強くもないですよ。それからあれだけの数湧き出すもんだからね、なんかねもうバカ臭くなってきてね。しかも最初
最初から S で出るよりも B をアップグレードさせたやつが一番強いという形が多いじゃないですか。そこらもなんかね、面白くないしね。これが第2波の最後かな。来ないね。あ、そうだ、もしかしたらね、生き残ってる場所があるかもしれない。っていうか、そういうところにだけ残された可能性があるかもしれない。何を言ってるかというとですね、実は共同探検10以降、幽霊整形っていうのが多くなったんですよ。幽霊整形って何って思うでしょうけどね、ポータルアドレスでは飛べない整形なんです。ギャラクシーマップからはね、行けるけども、ポータルでは行けない。そして経済状態とか、騒乱状態がね、全く記載されてない。その星の表記はですね、KS とかね、って言うんじゃなかったかな。ここもう湧かないからね、ちょっと外に出てみますね。結局ここも湧きません。第一波では必ず湧くと言われてたのに湧かないです。はい、これで見るとね、ほら、ちょっと見づらいかな。次の方に行ってみますかね。はい、ここだとほら、143光年、次が G-5-PF って書いてるじゃないですか。ここのところだけがね、水とかなしで、下の情報も一切なしでね、KS って多分書いてると思ったんですけども、そういう整形があるんですよ。その整形はね、幽霊整形って言いましてね、実際中に入ってみるとね、普通の整形なんです。ところがね、飛びようがないんですよ、そこには。ポータルでは飛べない。多分ね、そこのステーションには湧くんじゃないか、残ってるんじゃないかなと。いや、実際そこはね、私飛んでないんですよね。何回も見つけてるんですけどね、わざと見つけ、そこには飛んでなかったけど、これからはね、意図的に飛んでみますわ。で、この皆さんにお知らせするにはね、この星系マップを使って、ここの近くにこういう星がありますよって形でお知らせするようなことしかできないと思うんですよね。なんせポータルアドレスで飛べないもんですから。そうだ、そういうことをやってみよう、今度ケース見つけたら。ということで、一応今回は宇宙ステーションではもうイカは湧かないと半ば断言していいんじゃないかと思います。それではまたね。マックルクロスケでした。